今日はリンパ師の愛先生と一緒に寝る前のストレッチをやっていきたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。ではみんな早速なんですけど、全身のリンパを流していきます。一番最初にやってほしいのは、このリンパのゴミ箱の心臓の左上を流して、ゴミを空っぽにするっていうことをやっていきます。はい、みこさん、ここをこんな感じで、ぐるーっと、なるほど、刺していきます。あー、気持ちいい。はい、よし、こうね。はい、でみんな全身リンパって流れてるんですけど、ここに大元の大きなゴミ箱があって、心臓の左上にね、でそこのゴミ箱の蓋が今パカってしまってる状態なんですよ。でそこをこうやってみこさんみたいに刺すって流してあげることで、ゴミ箱の蓋が開くイメージ。そうすると全身リンパが流れた時に、はい、ゴミがどん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 そのゴミ箱に入っていくんで、痩せやすくなるし、健康に。閉まったままじゃ流れてきても戻っちゃうもんね。そうなんですよ。これを忘れちゃうから、足だけリンパ流しても、なかなか結果つながらなかったりします。なるほど。もう無事お子さんにやっぱ流れてるからね、いい感じです。もっとやってでこれ今めっちゃ痛い人は詰まってます、で胡椒米とか何も感じないっていう人はやばい、詰まってます逆にリコさんみたいに気持ちいいっていう人は結構流れてる状態なので、押した時の痛み、感じ方によって自分が今どれぐらい詰まってるのかなっていうのをチェックしてみてください。はい、はい、OK です。じゃあ次はこの脇、ここの液化リンパ節っていうゴミ箱があるんですけど、そこをねキュッキュッキュッとつまんで流していきます。スタート。そう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 、もうね、みんな脇も全部、どこでも全部リンパ流れてるんで、このちょっと上ぐらいからでも OK です。一番気になるこの振り袖部分ね。そうそうそう、はい、お子さんだったら、あ、ちょっとここねはい、痛いとこあります、先生。みんなここが詰まってると、二の腕痩せません。なるほど。なのでここはしっかり流しておいてください。だからここにタプタプ溜まっちゃうのね。でここが流れ出すと腕の疲れとか、あとちょっとね、あの40代50代以降になると腕のね、いろんな病気、関節とかバネ指とかありますね。いろんな症状が出る方もいらっしゃるんだけど、そういうのも改善します。おー、すごい。だからリンパマッサージめっちゃすごいんで、ここね、しっかり流してください。やろう、頑張ろう。指ね、痛い人多いですよね。はい、じゃあちょっとね、次は右もね、リンパしっかり流していきます。でさっき左やったんですけど、右やってもらった時に左右差があると思うんですよ。痛いとこ違う。ああ。え、ミッコさんとも超痛いですね。ということは、え、利き腕どっちですか。右です。あ、だからやっぱり利き腕の方が詰まってる傾向にあるんで、右利きの人は右をちょっと長めにしてもらう。おいかかせて先生の大好物になった。やばいです。なるほど。こうやってどん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 ほぐしていきます。あ、でもちょっとやっぱほぐれてきましたね。本当ほぐれてくると痛みが、痛くなくなってきたですよね、そうなんです。リンパ流れるとどんどん感じ方変わるから、あ、気持ちよくなってきた。あ、めっちゃ良くなってきた。さすがです。おー、いい感じ。こんな感じで流してください。はい、はい、じゃあ次はお腹流していきます。の、の字でビュー腸の流れに沿って流していきます。スタート。こんな感じ。はい、ちょっと失礼します。あ、さすがプロは違います。よいーと、なるべくちょっと圧をかけながら、表面だけじゃなくて奥のリンパ、筋肉、いろんなそのものをほぐすようなイメージで、ゆっくりの文字を書いてください。寝てます。寝そうです。もう内臓も動いてる。そうなんですよ。これした後、本当にすごい血流もリンパの流れも良くなるから、翌朝お通じめっちゃ出ます。やった。で、このお腹っていうのはリンパの大きなゴミ箱があるんですね。乳糸層っていうんですけど、そこがやっぱりすごい流れの全身、上半身と下半身をつないでる場所になるから、めちゃめちゃ大事なところにあります。
構ちょっと押しながらっていう感じですね。あ、そうですそうですそうです。ふう、流していきます。はい、じゃあ次はですね、この肋骨、骨盤のこの上のちょうど際のところですね、肋骨のちょっと下、うん、でこっちは骨盤のちょっと上のところ、はい、上に沿ってぐーっと圧を順番にかけていきたいと思います。はい、まずは右の骨盤の上からプッシュしますね。はい、ぐー、あー、ここ痛い、ここ痛い、みんなこれね、結構痛いかな。はい、あー、なるほど。痛い人はもう自分が心地いいなっていう強さでいいんで、うんうんうん、とにかく優しめにまずはスタートしてください。ちょっとゴリゴリするところ、これね、うん、あります。ゴリゴリが、このゴリゴリはちょっと明太子とか、うん、カスノコみたいな感じで、ちっちゃいつぶつぶね、それね、リンパのつもりなんですよ。うんうん、みんなちょっとそれ感じながら押してみてください。なるほど、指先の感覚が大事ですね。じゃあ次ね、肋骨、右の肋骨のちょっと下をグーッとしていきます。さすが、これツマプルでめっちゃ柔らかい。そう、入るでしょ。私めちゃめちゃ入ります。これみんな入んなくていいからね、最初は。こんなに入る方なかなかいないんで。さすが先生、あ、すごいです。あ、はい、じゃあ次は左の肋骨の下をします。おお、で、みんなちょっと肩の力抜いて深呼吸忘れずに。そうね、今うっうってやったところ今入んなくなっちゃうから、力を入れないで。柔らかいかね、ちょっと違ってないんですよ。やっぱ詰まってるとこっちは思います。なるほど。はい、じゃあ次は左の骨盤のちょっと上をグーッと落としていきます。そっちは結構発見、はい、いましたね。あ、明太子、カツノコみたいな、うん、ポツポツポツってきた。あー、これ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 、これが感じる方はすごいね、多分3日続けてもらったらこのプツプツなくなります。で、まだ何もそんなんかすることがないしっていう人は多分どんどんやっていってもらうとリンパの層が薄くなっていくんで、出てきます。奥にまだ埋もれてる人がいるってことですね。そうなんです。その段階も全然人によって違うから、今自分はどの段階なんだよっていうのを確認しながら楽しんでください。何も感じないから OK じゃないっていうこと。なるほど、ストレッチと同じね。はい、うわー、あー、すごい楽しくて、ゴリ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 、なんか、はい、こういうところをやるんですね。これちょっと意味が止まりますね。はい、みんな OK です。なるほど。じゃあ次はお子さんと足をまっすぐ伸ばしてもらって、はい、この鼠径リンパ節流していきたいと思います。うん、皆さん、このコマネチラインいきますよ。スタート。ここはね、よかったら両手でちょっとゴリゴリゴリはい、キュキュキュッとさすってもいいし、ちょっとしっかりしたい人は手キュッとしてもらってグリ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 とするようなイメージです。あのね、先生こんな細いけどめちゃくちゃ刺さってる。痛っ痛っ。先生どこからそんな力がっていうぐらい自分でやるよりすごいですね。さすが、みっこさん、ここだけは意外と私ここすごい硬いです。ステージやっても全然伸びないところ。ここはね、やっぱりみんな流しておくと、あの腰痛も改善しやすいし、うん、太ももとか足の血流良くなると痩せにつながるんですよ。で、女性はやっぱりむくみとかもね、どうしてもね、なりやすいから、うん、流してた方がいい。あー、すごい。あとね、反り腰さん、反り腰さんは絶対ここ硬いので、あの、ももの前のね、ストレッチできない人は、いた、ここをやってからやるとすごい伸びやすくなります。先生、みんなは優しめで OK です。あー、なるほど。あー、これか。でもだんだんちょっとみっこさんも柔らかくなってきましたよね。はい、柔らかくなってきた。これ多分1回でなかなか改善はしないんですけど、まずはみんな3日続けてください。3日、まず3日頑張りましょう。はい、OK です。では膝裏、ここにしっかりリンパ節っていうリンパ節があるので、そこをまた流していきます。はい、ちょっとこういう感じで、は
足を浮かしてもらってもいいし、このまま、ステイしてもらってゴリゴリゴリっと手だけで流してもらって、うん、手はもうこの本当に後ろにこうギュッて入れる感じ。そうです、はい、そうです、そうです。あー、ここもなんかゴリゴリあります。ちょっと下がります。あ、ちょ見つけました。見つかっちゃった。ここにも明太子ちゃんがいらっしゃいます。見つかった。でもね、やっぱりね、リンパの詰まりがあるとちょっとゴリゴリゴリってしてくるから、みんなその明太子ちゃんを見つけて、はい、ゴリゴリちょっと潰してあげてください。はい、であんまりにも痛いと、うん、後であのなんだろう、筋肉痛になったりとか、うん、あざになっちゃったりするから、なるべく優しめで最初は OK です。これこっちやると、はい、こっち側も流れるんですよね。膝の上のお肉。そうそうそう、そう、ここ気になりますよね。そうなんですよ。あ、なるほど。はい、OK です。はい、では次、左の膝をやっていきたいと思います。痛いでね、あの結構左の方が詰まってる人多いんですよ。あ、そうなんですか。でそれ何でかって言ったら、リンパって左の方がゴミが全部こう下半身も上半身も溜まっていってて、だからウインナーが左っぽいになるんですよ。うんうん、右はこの上半身だけでぐる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 実は回ってて、うん、右と左でリンパの流れが違うんですよ。詰まってる。こっちの方が。みんな寝る前やから優しめで OK です。私はちょっと楽しくて美しちゃってます。あね、膝私まっすぐ伸びなくって、ちょっと曲がってる状態にもなっちゃうし、やっぱりここにお肉たまりやすいので、ここ頑張る。頑張ってください。みんなみっこ先生のこの痛がる姿、いつか見れないですよね。一緒に頑張ろうみんな。ここのお肉取りましょう。みっこファンは嬉しいですね。はい、はい、OK です。じゃあみんな最後は下半身と上半身を上に万歳してもらって、ブルブルブル、あ、これね、全身の血流良くしていきたいと思います。もうね、今全身リンパ流れてます。老廃物がうしゃうしゃ痩せちゃう。この心臓の左上に向かって帰っていきたいなっていう状態なんですよ。で最後これしてもらうと、もうどん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 流れますから、ぜひ最後これで締めて、はい、いい睡眠をとってください。はい、はい、OK です。もう今すぐ寝れます。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。このままね、気持ちよく寝ていきましょう。明日の朝起きたら、私愛先生の動画にも出てるので、ぜひこれ一緒にこっちの動画も見てください。じゃあね、おやすみなさい。